りっちゃんとナミさんのしゃべくりお久しぶりでございます本当にお久しぶりですお元気でしたかあのえいやいやあれどうしうて <laughs> なんかいろんな話が <laughs> いやこの前ねあのほらナミ、うん、さん家のね、うん、あのいつももうお庭の玄関のところ楽しみにしてんですけどえなんだ 何何かな千日がねあったのもうだいぶ枯れてきましたうもそれ名前が知らなくて私あのね花はよく知ってた丸いぼんぼりみたいなのがよく咲いてねかわらしいなと思ってピンポンしてからずっと眺めててねあれ知ったんだけどだからその「千日光」っていうのがね花言葉であの。 ちょっと見たらもう、うん、何普及っていうかいろいろ、うん、不滅とかあの変わらない愛情っていうの、うん、なんかあのあれってなんかその花になん,なんていうの地味な花なんだけど、うん、でもね、うん、地味だけどね、うん、あの <laughs> 色が好きなのと、長く咲くの。あ、そうだった。それがね。もう七八センチぐらいから咲き始めて、ぐん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 伸びて、三十センチぐらいまでになっちゃったり。でね、長く咲いて、可愛いのよね。あの丸くてポンポン紫でね。でもね、うちの庭に花植えると、全然ダメになっちゃうんだ。けえ、なんで?。え。わかんないの。 うち庭にでっかい柿の木があってどうもねその光なんかわかんないけど南さんちはほら高台のね本当に全然全然もうかかわいそうなね何がかわいそうな高台に登ったり降りてただその千日子ってさ字をさ「千日」。 日にちの日、そうで、こうは紅。紅紅。何ののよね。まあ、千日紅って、私百日紅もあるかなと思ったら、百日紅はあった。百日紅、百日紅はまだ全然違う。百日紅はね、面白いけどね。百日紅があれば、毎日あるのね、日日紅っていうのも。あ、火がついてるね。あれをね、あの、なんか、くさくのよ。 百日?。うん、うん百日草もいいし、あの、二日草もいいの。二日草もね、まあ、暑い。草いてね、かわ。だ、あれをね、私、あの。西側のところにさ。うん。五つ。長いのにね。植えたのね。色とりどりで。百日草?。うん、うん、二日草。二日草。あ、ごめんね。そうだ、そうだ、そう。百日草、もうちょっと大きいのよね。 日にちそうよりはちょっとダリアに近いかなでもこれからほらまた冬寒くなるといろんなコチョウランとかねイシランとかもうクリスマスローズとかいろんなのねそう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 今ね私思うんだけどね他ではねうちの娘も見たことないっていうのねいっつもねママのところの近くしか見たことないっていうの あの11月に咲くんだけどもんて言ったっけなすごくね4ーぐらい大きくなるのあ知ってるあのねなんか大きな花咲くでしょ紫みたいの名前わかんないんだそうだそうだそうそれがね大体4ーぐらいで白とピンクがあるのね それがねあの娘が欲しくて花屋さんで取り寄せられるって言ってだけどあの終わったと結構みんな短く切っちゃうのよねそれでもまたさだん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 大きくな年でねそれでねこれからはあれがすごく目立つのよねもう他の花ないし11月頃もう見事に咲いてそう。 綺麗なのだからね、うん、なんか娘のところではそれが気に入っちゃって、うん、だけどあの、うん、通りすがりの人がね、うん、聞くんだってピンポンってやって、うん、これ何の花ですかってみんな見たことないんだって。 あののこのね近くは結構いろんなとこ車で走るとね結構あるのよねっていうのうちの子がだから昨日も「あれがそうだよね」って「でもまだ咲かないね」って言ってね「もう少し経ってからだね」って月頃そうほんとに夏の花の命は短く あの、そのね、皇帝ダリアっていうの、それがすごく。豪華っていうか、その、あのね、十一月って言ったら、そんなにさ、あの。花も、ね、ちょっと違ってくるじゃない。だけど、あれだけはさ、もうすごいのよね。また名前もすごいよね、皇帝ダリア。よくつけたね、名前なのね。お友達が、そうよ、ちゃんとね。 ちょっと忘れちゃいそうねって言ったらね「コーテペンギン思えば?」って言ってこんなこと言われたら逆に今度さダリアの方忘れちゃって「コうテペンギン」って言ってダリアはそう言って笑ったけどまあでもねあさっきのいろんな「千日光」の「あなたあれなんだっけ?」花言葉もう見たら要するに「何?」「普及」とまあみんなそう見て。 不朽と不死だって死なない。だからそういう意味ではすごくいいよね。あ、不滅だ。不滅の愛、うんそれから。色褪せない愛、色褪色褪せない愛なんて信じられないけど。ね色褪せる。うん。ちょっとなんかニヤニヤしちゃうんニヤニヤしちゃった。でもあの花言葉がいいなと思ったの。それ見た時に。

歌「われもこう」っていうのそれも男の人が歌ったやつう何て言ったっけ「われもこう」でてう歌だったお母さんのことを歌うんでしょそうだったっけもうんか私きっと持ってるかもわかんないある結構流行ったねだからそれはどんなんだろう私それは知らないんだけどわれもこうって花は知ってるでしょ 茶色くてさあのちょうど春先にあのつくしんぼう」のちょっと大きいぐらいなのそうだよちょっと茶色っぽくて茶色っていうよりももうちょっと濃い色のあれ茶花にも使うのよね。 みんなそれぞれに花のねあの寄せる気持ちっていうのもねみんなそれぞれにあるでしょうけど何にしても花はいいわよね私今ねこれからいいなと思うのはねあのなんていうのかな初雪かずら葉っぱで小さなねあの葉っぱなんだけどもあのかずらなの。 かずら。うん、だから。ほうせんかずら。ああ、そういうんじゃなくて。うん。なんつったらいいかしら。かずら。うん、とね、もみぎ。とは違うんだけども。そういう葉っぱなんだけども。まず白い。花な、あの葉っぱが出てくるのピンクだったり。それですね。それが。うん。ああ、かった、分かった。うん。見たことあるでしょうん。 あのよくこう垂れ下がっていっぱいあったりカズラだからあのうーんとーそうねカズラっつったら源、うん、平カズラっつうの私ね源平合戦のねそれはあそこにあるよねあのーうん、鎌倉の八幡宮の両方段カズラ」っつって,言って、あのー、垂れ下がって、うん、ず,、うん、ずーっとカズラの,あの、うん、波 あって両側にそこを参道みたいにして入っていくの鎌倉のほら八幡様の段ラって有名だもんねあそこの両側まあいろいろ見てるけど私なんかいい加減に大体いい加減な人間だけどあのだから今うち2鉢ぐらいちっちゃいのが置いてあるんだけどあれがねだん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 こうつるを巻いていくのよ。 だから、うん、あなんかこれからはちょっとロマンチックな、ね、言い方じゃないで初雪かずらなんてかずらだとかね同じかずらでもでもそろそろじゃあまたそのかずらでいるお歌を歌っていき、うん、ましょうかずらじゃなかったな<う>、ね、<laughs> 冬景色で <laughs> あのお花の綺麗な花の話は尽きないけれどもね、うんうん、お花見てる分にはまあね、うん、心洗われるけど。 なかなか人間の心まで綺麗になるのにはね、うん、でもうなんか私、そうよね。無機だって言って、うん、あなたの心は綺麗。え <laughs> でも私の心は真っ黒かもしれないしね。あ <laughs> いやいやいやそんなこと言われたら私なんかどうやって生きてったらいいのかしら。ししでもみんなほらやっぱり自分が一番可愛いとは思うけれどね。どうなんだろう。うねよ、うん、自分が可愛くなかったらあ生きていけないし、まあ。うん <laughs> そ,うそんなこと考えたこともなかった。それよりも、うん 常に私はさ自分はさかわいいとかじゃなくて健康で生きたいなってそればっかりだったあそっかそっかだからあなたみたいにさ自分がかわいいなんてかわいらしいしさいやそのかわいいじゃなくてう違だからそう、わかるけどわかるけどそのなんとなくさ乙女ちゃんっていうかさ ね、いい感じ、それすごく気に入っちゃった。いやでもね、私ね、うん、まあこの年になると、うん、もっと。 なしも、何らかのプライドっていうか、そういうのを持って、生きなきゃ。やっぱり生きていけないんじゃないかなと思うよね。まあ、どうしよう、プライドもないしさ、心は全くないしさ。体はボロボロだし、どうしましょう。だってさ、私、ほら、よく今、なんか、ほら、世の中ね。わあ、この前も言ってた、ねも、ほら、中学生をいじめて。 もうこれが情けないっていうかでもね人間の心ってね若い子はほらちっちゃい子いじめっていうのもねあると思うんだけど死ぬことはないってそうねでもやっぱり行き詰まっちゃって誰にも相談できなかったりすると行き場がなくなってそういう。 死を選ぶそういうこともあるだろうと思うんだけどそれだけけは絶対に避たいねいやこれはやっぱりね本当に誰か誰かね話を聞いてあげるとかねそういう今はなんか世の中殺伐としてるよねだって何でもネットネットネットでさそれで何かこうね人の言葉でも何でもさ見れるじゃない あとど,んど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 んみんなそっちの一人が何か言うとうんそうだそうだってこう流れていな決めつけてしまうっていうかんでもね<う>だから、うん、なんかそういうのって怖いなと思うだっていろんな人みんなほら、うん、あの心は違うし、うん、考え方も違うし、うん、もうそれをねまあ あの理解するっていうのはなかなか難しいかもわかんないけど、うん、ああそういう考えもあるのかとかね,ね、うんまあ。住人十色って言って考え方も違うかもわかんないけどでも、うん、あのみんなさちょっとブログやなんかでこうみんなさ、うん、あそうだそうだって言ってさ、うんうん、そういう方向へ行っちゃうんじゃないかなと思う時あるの。 じ,じっとじゃないけど、ね、そういうネットだけ見てたんではやっぱり人間的にちょっと、ねうん、だから若い人まあスポーツとかね、うん、そういうのにあのエネルギーを費やすのも大事だけどもう、ね、もうあれだけに左右されたやっぱり精神的におかしくなる人もいると思うし。 でもまあそれが生きがいっていう子もいるだろうし、うん、<laughs> だから今さっきの話戻るけどねう、うん、もうこの人間ってプライドプライド、うん、プライドっていうか、うん、あのまあ昔は、うん、まああのあそこのうちのね、うん、おうちの生まれとか、うん、そういうのに縛られて、うん、縛られてっていうか、うん、あのまあ まお、あ、昔からそういうのあるのかもしれないけどね、うん、でもみんな人間として生まれてきたからには平等だろうと思うけどん昔だとやっぱり家系っていうかね,ね先祖代々とかねそ<う>だけど、うん、今そんなの関係ないと思うんだけど、うん、そんなこと関係なくないのかな<ー>やっぱりそういう社会。 ねと私なんかはさそこら辺に生きてる人間だからさ <laughs> いいよ本当にでも,、ね、でもねやっぱりほら、うん、自分の親はね、うん、あのまあ普通に育ててくれたなっていうそういうことに感謝してそうそうねもう特別なうちに生ま,生まれた。 いううちに生まれたかったけどかそうね、うん、私もよく言われたもん親にん、うん、あの橋のたもとに落っこってんの拾ってきたとかさ <laughs> とでもそういうあれでもみんな強く生きてきたからね、うん、そんなこと言われてさ本当にね子供の時信じちやった時やったの信じてたで夜寝なってもご飯も食べたくなくなっちゃってねえええめそめそ暗いとこで泣いてたらね<え> <laughs> どうしたのって 来てね父親がね「本当に橋のとこに私怒ってたの?」なんて言ったらね「もう親は二人って大変よやたらに子供にそんなこと絶対言うもんじゃないね」って言ってね両親が一生懸命ねかお互いに反省してるような言い方でさ橋の確かによく拾ってきたことがねよくね今はそんなこと言う人いないけどさいやいやいやそんなのよりもさやっぱり 知らないうちにちっちゃい子を傷つけてる言葉とかやっぱりあの子供ってねちょっとしたことで傷つくからねそう傷つくしでも今さっきの心の話じゃないけど今何かね離婚する人も多くて。ねあのていうか私ね「バついちとか「罰ツリ」っていうけどね あんなああいう言葉ってさっっ簡単に言っちゃうのねもうねさっさとで,でもおで子供はそのことに対してね、うん、うまあうちちょっとこんなこと言って、うん、うちの近所の子がね、うん、あのそのそ若いお,お,お父さんのお母さんもう はあのお母さんがねもうともかくねあの旦那もい,い、うん、もう絶対ついていけないからもう別れたのってさらっと言ってたのだでも一人娘の女の子がね、うん、どうしてもそのパパに会いたくてうん、うん、もうほらお母さんはもう顔も見たくなるんだけど、うん、娘はもう会いたくてこの前で、ね、運動会に来たのってねそのパパがねうち、ん、にちょっとね挨拶に来た、うんうんえ 元気だったって言ったけど、うん、そのお母さんがさあの人の顔見たくないって言ってたけど娘は「もう会いたくて会いたくて」って「<ー>もう運動会に来て」って誘ったんだけどあのうち、うん、あの運動会にパパ来てどうなったかなってそれは見で知らないけども、うん、<laughs> めたかった。 <laughs> そうねそれもあるしさ、うん、もう世の中殺伐としてるのかわかんないけどさ、うん、今なんかさ、うん、あのー、<っ>車の事故っていうかさうもう多いしそれとあの追い越しとかさ<う>高速道路の最近言われてないカッとなってさ追い越して大きな 事故が起きたとかさいや私なんかね後ろへね,ねあのくっつかれとね、うん、もう本当に早く先に行って行ってと思ってね、うん、端っこ寄せんだけど、ね、もうそれにくっつかれてこね、くっつかれて怖いと思うけど、うん、な,んなんかね <laughs> 最近すごくそれがね、うん、その事故っていうか、うん、それもカーッとなってね、あのー よくね車に乗ると性格が変わる人いるって言うけど。うんうんねうん、だけど、うん、あ私前にねうん、うん、あのちょうどねあれはどこ、うん ちょっと高速だったんだけど、えー、ちょっと娘と乗っててね、うん、そしたら前の車がね追われてんのねいやだそれでね「うん、えー、ちょっとあの車変じゃない?」って言ったら「あ絶対ね追い越しだよ」って言ったのね<っ>ちょっとねトラックが追いかけてんのよ嫌だ嫌だ、うん、そ,、うん、そう怖い怖いってあの青い車早くなんとか逃げればいいのにねって、うんうん、でねあの車線を変更するのねそうと その大きいトラックもこう変わるのね。だから絶対あれはそうだよねなんて言ってね。そんこと前からあったやっぱり。見てて後ろで見ててね。もうなるべく近づかないようにしていこうねって言ってね。ちょうどあの群馬の先の皆神のあたりだったんだけど怖くてね。それで本当にもうねぴったりくっついてんのよ。だから何をねその後ろから追いかけていく。 運転士さんがあのー、こうカッとしたのかわかんないけどあ、うん、それを最近ちょっと思い出してすごく今そういう事件が多いでしょうっ、うん、だって、うん、あっちの高速こっちの高速ってニュースでもやってるじゃないこの追い越しでとか。私なんかももういやもう車つのは動くものだから、うん、もう動く凶器じゃないけど本当にもう。 気をつけなきゃ気をつけなくてそういう気持ちでしかやってないけどそれをもうわが物顔みたいにやってるそういう人にはちょこんなこと言っちゃいけないと思うおかしいと思うけどちょっとバカじゃないかなって運転する今世の中ちょっと殺伐としててさ嫌だなと思うの殺伐って言えばさ私自身も殺伐なとかなんって。 やっぱりおかしし。いのね、少しいいだってねなんかね、うん、片付けようと思うじゃないっね、うん、まずこっちのものをね、夏物冬物から始まるかもわかんないけど、うん、それでやってんのそあそうだと思ってそれでか写真が今度出てくるとね<も>写真のひ、うん、一山がここでできんの。うんうんで 夏のね洋服の山がまたここにあるの <laughs> で今度こっちにまたねいろんな領収書がああて出てきてそれをそれがね <laughs> いつになってもだんだんその山が増えてきてね。いやいやでもほらなみさんってほらもともと片付け上手だから。その私なんかもうでその出すこともしないです。そのまま。だって今さあのちょっとドラマでもこの間ちょっと聞いたけど断捨離っていう言葉が最近言うじゃない。であの断ってあの立つのを捨てる。捨てる。ねりは離れる。離れる。で断捨離。そうだ。 断捨離だ断捨離やろうと思ったのでもやっぱり心残りがあるうん断捨離なんてとんでもないわ断捨離も行かないのよもうこれもこれもね片付かないでねだから誰か一人そばにいて話し合てがいてねああなたそんなのやめちゃいなさいよったらはいポイってできるのよ見てちゃダメって自分一人でね片付けってのも大変ね いやいやいやまあみんなほら、うん、あんまり断捨離して何にもないところに私たちはちょっと詰めてこの間ちょっとやっぱり知ってる人がね、うんうん、やっぱ片付けたんだって、はい、そうしたらね<っ>いざとなった夏ほら冬物を片付けたんだってだそういって急にここは寒くなってきたからた <laughs> そうしたらね、うん、着るものがないんだって冬の。 だけど、うしたどうでどうしたって言ったらね、仕方がないからね、買いに行った買いに行ったって、まあそれは消費を助けるから、阿部さん喜ぶ。だけど、よくさ、二年着なかったらさ、整理するとか言うけど、なんかこう、思い切りが悪いのか、それがもうね、私もね、参っちゃったの。 でもね私も考えたんだけどそんなにね断捨離断捨離って言うけどもそれはいいことかもしれないけど私のお友達なんだけど向こうから来る人見てって言われて何って言ったらあの人ねもうね全部片付けてねお茶碗とお椀と茶飲み茶碗とお箸とお皿とぐらいであと全部片付けちゃったんだって。 なんんか心臓が悪いだから入院したりしてる人なんだって、うんうん、でも見るからにね、うん、そういう感じじゃないの <laughs> 私のがよっぽどヘロヘロしてるのね <laughs> ひろひろでもう向こうから来る人のほうがも,もっがっちりしてたの。<laughs> そうしたらね、ところがね聞いてってその友達が一緒に歩いてて言うかどうしたの?」って言ったら「それから3年半生きてん、ね」<laughs> って言うのその人がね,ね <laughs> そうなんだって <laughs>、うん、そうって3年半そんなにねどうしたるって言ったらねまた増えてきたって。<laughs> <laughs> すごいおかしい <laughs> だからねだって3年経ったらよ、うん、そ,そ,そんだけ残したってまたほら、うんうん、生活してくんだからいるじゃない <laughs> <そ>お鍋だってね一つでいいと思ってたのがさフライパンも欲しくなるだろうしさそらそらだからね、うん、あのそこまでいかなくてもいいよねって話したのそうだじゃあ消費をね促進しましょうっていうね、うん、もう安倍さんの期待に応え 少しみんなほら消費してくださいってみんな買わなくなっちゃっちゃうからねだからねある程度ね片付けるのもいいけど本当のねあの身の回り私はね横着だからねひょいっと手伸ばしたら取れるひょいっと手伸ばしたら取れるこんな生活してるから自分の周りがもう一 いっぱいなのよゴミ屋敷にいるみたいよ本当にお茶しきれきれいあのねでもね本当に気持ちはわかるすごいねだからねやっぱりうんこれはもうちょっと考えるじゃあそろそろねまたかこの次まで考えておいてください元気でいられるように <laughs> でもさ、うん、考えてみたら、今年もさ、うん、あと一ヶ月ちょっとでさ、うん、終わりよ。そうそう、早いことね。ね来年が来ちゃうのよ。そう、もう本当にいろんな、ね、ね<ー>まあ、でも日本って素晴らしい国で、いろんな、うん。<laughs> まあ温暖化がどうのこうの言われても、四季はちゃんとくるね。ね、困ったもんだわね。困ったもんでもね、思う、仕方ないね。あの、ただでくれるから。年ってただでくれるじゃない。だから、やっぱりただでくれるものは、やっぱりただで。もなるほど。しょうがない。あ、そうです。そう思っちゃった。 ままたた来来年来る、ま、た年がるる取あ、でも年って毎年タダでくれるんだと思ってさねえだってタダでくれるものほどね年代も長いしともかくネガティブに考えないでポジティブでいきましょうねだからタダでくれるものはもらってまたね少し頑張りましょうかね。まあほどほどぼちぼちちか、うん <laughs> じゃまた今日はさ、うん、私たちって何の話した <laughs> いやいや毎回同じこと言ってた <laughs> いやいや嫌になっちゃったねいやでも話してるとなんかあの気持ちがね、うん、こう、うん、元気私もね本当あのこの前も話したように <laughs>、うん、今年ちょっとね夏からこっちさ、うん、あのもう。 お医者さんのことでいろいろねね悩んだのでもいい先生にみんな恵まれてでここで一息ついたのねだからよかったなと思ってお医者さんで悩んでるっちゅうのも大そう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 そそうかうそ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 そう お会いするまで。何を頑張るんだかわかんないね。<laughs> かんないどうしよう。<laughs> うん。そう、人それぞれにね, <laughs> そうだね。みんな頑張ってもらってね。<laughs> はい。皆さん、あの、また、お会いできる時まで。お元気で、<え>さようなら。さようなら。